どうしよう。そうだね。いや、あ、鶴見くんね、もうちょっとね、これ上げた方がいい。顔暗くなってる。いや、長瀬くん、心霊写真見せるなんか白いし、顔白いね。やばい、一人だけだけど本当だ、なんか光ってる。怖い、怖い。これだけできれば全然じゃない。やべえ、やべえ。バンダナ忘れてました。15時32分56、57、58、59、33分。グローブです。指出さないグローブです。よっと。わしりて。あ、火が出てきたラッキー。あ、すみません。よっと。失礼します。すごいよな、からず。子供だ。結構ハードな教育されてるな。全然違うな。Thank you.
とツイートもしときます。これも全然欲しいね、今ね。動画的にはメインのダウンヒルなんですが、個人的には寒い下りは勘弁してほしい。下りの分のエネルギーはなんかお金かなんかに換金して消してしまいたいんですけど、登った分の位置エネルギーを行ったかな。ああ行ってないか。アップロードエラーか。写真を消すしかないな。さあ行け行け。文字列数十バイトなのに届かない。やばい、もう15時40分だ。ダメだ、ツイート失敗。下らなきゃもう本格的寒くなる。よっしゃ。うわ。こんだけ標高下がると下りだけでも1時間以上確かかかるんだったかな、どうだったかな、確かそんぐらいかけてたはず。やばい、大だるみ峠でこの日差しの日の傾き具合がやばい。なんか
頭痛がしてきた。早速寒さで。うわ、足痛。な、痛て痛て痛て、頭痛。これ。ズボンも着込んどいた方がいいかな。寒っ。いいかなと思ったら早めにやっとこう。全身オレンジ色になるけど仕方がない。あれ、あー前後逆だ。だいぶ暖かくなった。うわ、ケーブルが。あれ。うん。お。ふう。びっくりした。ズボンのベルトに巻き込まれたかと思った。結構違うな、足が。長ズボン履いてるのとそうでないのとでは。
あれ、このガードレールはこんなんだっけ。あ、作り直したのか。ここは崩落したっぽいな。もうタクシーが迎えに来るな。もう牛詰めで1人2000円だとして、それで運転せずに、まあ、場合によっては眠って下まで下ろしてもらえるわけだからな。寒い時の峠の下りは2000円ぐらい出してもいいような気がする。前あの小豆島っていうところで真冬に寒霞渓という山に登って、これ下ったら風邪ひくなと思ってケーブルカー輪行で降りたことあります。結構この段差来るな。マウンテンバイクでフロントさせて下ってる時には気にならなかったけど、考えてみたら今ほぼ完全な防水装備で走ってるな。ゴアテックスの雨具の上と下とオルトリーブの完全防水バッグ。まあでも振られたら凍えるな。これ結構危険だな本当に。これもクロスバイクでサスなしになってから、うわっと気になるな。
やっぱ寒い下りは眠気が来る。
やー、あくびが出るな。なんか寒さで眠くて。いやかい感じがいいな。うわ、ゆずなった。さて、平坦エリアなんで壊わないと進まない。段差弱い。
あんなに途中昼寝、昼寝2回もしながら登ってきたのに眠いな。今これ風音ひどいと思いますけど、私の耳も結構雑音、痛いてベルが鳴った、雑音がひどいです。
なんか落ちた。あ、お茶か。確かに何も締め付けてなかったからな。あ、危ない危ない。標高がまだ1700、半分降りてきてね。で、6700しか降りてきてないから、3分の1しか降りてきてない。うわ。それでかかった時間が、30分か。ってこと、降りるまで1時間半ぐらいかかるのか。とすると、あと1時間で日が暮れるギリギリぐらいか。
あ、寒さもだいぶ和らいできたな。こっちまで下ってくると、金峰牧場だ。で、今自分が何言ったかもよく聞こえなかった。風音で、うわっつ、うわぁ、スロントサスナスだとこんなもんでも、たったこんだけの台って段差なのに。ちょっと写真撮っとくか。あ、これちょっとイマイチだな。これも違う、これかな。うん、おお、湖面が鏡みたいになってる。てかこっから見ると、あれ、あの橋が宙に浮いてるように見えるな。というのは写真で、あれ、車がある動いた。前はこの辺り、この工事現場の人たち用のだと思うんですけど、自販機があってジュースとか買えたんですけどね、今もうないっぽい。さて、ここまでか、ここまでか、ここまでか。わあ、本当鏡みたいだ。そうだ、充電ポとか給電ポタン押したっけ。押してないような。いや、これで落ちたかな。
てここからもうあとは完全に下りだけだったはず。信玄の道も確か緩くこっちからだと下るはずなんで、駅まで壊ずに行けるんじゃないかな。あ、しまった。今のところでツイートしとこうと思って忘れてた。富士山はここじゃなかったっけ。あ、そっか、富士山あそこだ。昼寝したとこだ。ああ、ここか。ここが水場のある、なんだっけ、ウバの土地だったっけ。土地の木。ってことはもうそろそろ、あの、偽物の栗みたいなあの実がなるのかな。あの、加工しないとなかなか食用にならないやつ。こうやってあの強い風を受け続けてると風の音の中に後ろからの車の音が混じって聞こえるんですよね。来てないのに。だからしょっちゅう振り返ってしまう。
たまに本当に来てるから。あ、富士山見えた。この辺でいいかな。あ、ちょっと暗いから手ぶれするかな。うわ、暗くなってきた。実際日の入りは、日の入りは17時12分。うん、まだ17時は切ってないよな。あ、富士山きれいに見えるな。山の山頂あたりのディテールがちょっとだけ見えてる。ディテールが、曇ってるせいもあるんだろうけど暗いな。ここからの方がもっと見える。やっぱりこの橋のところの段差の加工は上の方と下の方じゃ随分違うな。上の方はもう思わずベルが鳴ってしまうぐらいの衝撃がありますけどね。Huh.
うん。お。なんだろう、あのでかいの。トンビか？トンビこんなとこ飛ばないよな。あれ？どこ行った？ああ、見失った。トンビみたいな形で、動きのゆっくりさもちょっとトンビっぽかったけど、トンビじゃないよな、きっと。黒くないからカラスじゃないし。タカとかワシの類かな。まあトンビも似たようなもんか。
もうそろそろ林道出口だ。抜けた。林道脱出。やっとここまで来た。下り長い。あ、そうだ。時計がないとこで雨具ズボン脱いどっか。別にパンツ一丁になるわけじゃないですけど、ズボンを脱いでる行為っていうのがなんか危ないような。よいしょ。雨具の上ももういらんな。
グローブはまだあった方がいいかな。とりあえずこれは中にこう引っ込んだりで、一気に膨らんだな。さて、ツイッター繋がるかな。うん。繋がる。考えてみたらこんな写真でやったら1枚1メガ近くもあるようなものをこんなところでアップロードできるってのはすごいよな。あ、バンタナ外したからちょっと緩くなった。一番寒いからな。あと行かないな。締め直し、あれ、あった。で、よし。あ、あれ、マイクはつけたっけ？ついてるな。
あ、まだ夜景は見えないな。さすがにまだ早いか、時間が5時前。で、こっから先の下りは結構早いです。直線が多いんで。ただあんまりスピード出しすぎると危ないので、ほどほどにしながら下るつもりです。あれは円山市街でいいのかな。もう結構暗くなってると思うのに全然街灯とかついてない。よっと、ツイートはできたかな。うわ、全然操作できない。まあいいか、失敗してたらそれはそれで仕方がない。焼ける匂いがする。ガタガタした、ガタガタしてました。
やっぱ峠上り下りするときにはフロントサス欲しくなってきたな。フロントサスでの峠上り慣れすぎてる。小学校か。うわ、痛え。で、中学校。あ、山梨しかここ今山梨市立って書いてあったってことは、山梨県の中の山梨市だけど中心地は甲府市だしな、分かりづらい。肥料の匂いだな。ああ、もうすぐ17時。駅まで日暮れまでには間に合わないか。これまっすぐ行って行けるんだっけな。行けるな。この辺りはなんかこういうところの割にって言ったら失礼だけど、店がちゃんと生き残ってるな。なんかいい感じだ。
あー、こっから左来ればよかったのか。なるほど。今のところ左入っていったら迷いにくくていいな。迷うってあんだけ何度も言ってきながら間違う方がおかしいんだけど、ここまで戻ってきた。あと全く焦がずにっていうのはさすがに無理だったな。本当美味しそうだな。町の食堂みたいなところも。食堂。畳ワールド。おお、ちょっとびっくりした。5時か。変更もちゃんとウインカー出してすごいな。デマンドバスってさっきあのコメントで聞いたんですけど、予約制のバスなんですね。どこでも乗り降りできるっていう話かと思ったらそうではないんだ。でその代わりはあちこちポイントを指定してあるのか。
校のセブンは今朝朝飯食って配信スタートしたとこです。駅から配信し、あの録画 しようかと思ったんですけどね、途中で朝ごはん食べてゆっくりしてるのも峠登りとはそれほど関係ないかなと思って、まあ、今でそんな散々放送してますけど。調整や曲も気になるな。どのぐらいメロディーなのか気になる。名前に音符がつけてあるし。あったかいな。上の寒さと比べたら幕がある。
これギリギリ、まあ特に意味はないけど、日没ギリギリ間に合いそうだな、駅まで。ちょうど日没時間ぐらいだ。やっぱりこの辺り前と道変わってるな。着いた。これムクドリか。よし、じゃあ駅目のところで録画停止しますかね。帰る人がいる。ではここで録画終わります。お疲れ様でした。